又吉投手、おはようございます。あの YouTube の公式チャンネルです。あ、はじめまして、お願いします。これからこのチャンネルをどうしていきたいか、はい、ちょっとまず又吉投手と相談したいなと思いまして。ちょっと練習後ちょっといろいろ、はい、またじゃあぜひよろしくお願いします。はい、後ほどお願いします。はい、失礼します。福島 YouTube だって。あんにょよろしくお願いします。シーズン始まって1ヶ月ちょっと経ったんですけど、ここまでというところを振り返るといかがですか？そうですね、コロナっていう部分もありながら、野球をさせてもらえてる環境にものすごい感謝してますし、毎日毎日こうやってコロナ関係のニュースで医療従事者の方も含めてですけど、大変な時期に野球に集中させてもらっているこの環境にはものすごいありがたいなと。自分の成績とかっていうよりも、社会全体としてそういうことを許してもらっているっていうに関してはものすごい感謝しながら一日一日を過ごしています。あんまりその数字とかも、気にしてないっていうのはありますけど、あんま気にしてないっていうとちょっとあれなんですけど、自分のやるべきことを、今の十何試合の当番ではできているかなと。その中でやっぱり反省はたくさんありますし、もっとこういうふうにしたいな、こういうふうにできるんじゃないかなっていうのは感じますけど、今のところは、しっかりやるべき準備をしてマウンドに向かえているかなと思います。一番のきっかけとしてはキャンプの時にそのダルビッシュさんからその変化球のコツっていうものを教えてもらって、それを1ヶ月かけてやってきて、それが自分の中でものすごい合ってて、それで不安なく投げれてるっていう、逆に言えばそこのマウンドに上がるまでの準備っていうのにはものすごい時間を使うようになりました。前以上にやり取りの中でこういうことを意識した方がいいよっていう話になった時に、ああ、そういうとこまで準備して、マウンドで投げる感覚につなげていくんだっていう、自分の中で一種の、僕の中で投げる時のその日その時だけこういうことを意識すればいいやとかっていうのがあったのは、こういうことを意識するっていうのはやっぱりもうキャッチボールからしないといけないよなっていう考えになって、それがじゃあそのキャッチボールをする前にじゃあどういうトレーニングをしておけばこういうキャッチボールできるかなっていうことを考えるようになったので、それがものすごい、自分の中ではフィットしている感じはあります。はい、そういうところがあって、はい、なるほど。すごいいいきっかけをいただきました。あのファンの方々から、はい、又吉広報というふうに言われることについてってどうですか？はい、ありがたいですけどね、その最初はやっぱり、始めたら2017ぐらいだったんですけど、やっぱ球団の方とかは、一部ではこいつ何をしてるんだじゃないですけど、それどうなのみたいなのはやっぱあったみたいですけど、でもファンの皆様のおかげで、球団の方からも、写真上げてほしいとかこういうことをしてほしいって言ってもらえるようになったので、そこがものすごいありがたいなとは思いますけどね。だから最初は本当に
なんとなくだったんですか、なんとなく写真上げてみようみたいな、せっかくアカウントあるしみたいな、あフォロワーも2万人ぐらいいるかいないかぐらいだったんで、それがまあ横浜の山崎康明だったりいろんな選手のその手伝いの中で一気に増えていったので、そういう意味ではまあいろいろね調子悪い時はいろいろ言われますけど、まあそれも含めてなんか一つでもファンの方に届けられればと思いながらやってるので、そこはすごいやっててよかったなと思うんですけど、まあ例えばですけど、じゃあ分かりやすく言ったら、じゃあこの前ネオが打ちましたとってなったら、ネオの写真とかは結局言い方悪いですけどテレビでも出るし新聞でも出るし、まあ、月刊ドラゴンズだったり雑誌っていうのも全部出るわけじゃないですか。で例えばじゃあその中でこの試合でこの選手がやったプレーとかピッチングがなかったらこれは生まれなかったよねっていう、その影のヒーローの部分にも、まあ、影のヒーローのファンは絶対いますし、そういうファンの方たちに喜んでもらう、どっちかっていうとコアっていうか、あの見えない方の選手の写真をあげようと思ってやり始めたのがきっかけです。基本的にヒーローインタビューに呼ばれる選手以外で選んでます。選んでるって言い方おかしいですけど、そういった部分ではこう又吉投手も、はい、そういう陰こうで支える部分っていうポジション的にはそういうところもあるんで、はい、そういうところになんかつながってきたりするんですか、そう、そういう選手をリスペクトするという。いやでもね本当に思いますよ、その途中から出てくから余計に試合をずっと見てるわけじゃないですか。で野球の流れがあるし、あ このあのプレーなかったら本当にどうなったか分かんないねっていう話はやっぱブルペンの中でもしますし、あここの1点ものすごく大きかったねってやっぱり思う時もあるので、そういう意味ではその、まあ、結構来ましたけどね、なんで値を上げてくんないんですかみたいなって言われても、だって中日の公式上げる、中日新聞も上げるで、まあ、ドラホットだったりっていうテレビも全部値をってなったら、じゃあ別の選手の方がって思っちゃうので、僕はそういう意味ではなるべくその影のヒーローっていう部分にスポットライトを当てたいなっていう、やっぱそこの選手にもファンはいますし、一番その選手の家族だったり親御さんだったりっていうのは少しでも喜んでもらえればなとは、そういうのがきっかけで、なかなか自分が打たれた時を上げるのはちょっとしんどいですけど、でも喜んでもらえるんだったらっていうのは一番最初に来る部分ではありますね。僕独立にいた時にすごいその選手をどうやって売るかみたいなことをすごい独立の方がすごい考えてくれてたので、その影響でツイッター始めたのもありますね。覚えてもらわないとその応援してもらえないっていう、覚えろよっていうのは無理だっていう話を一回された時に、まずじゃあどんなと覚えてもらうのって、じゃあ何かをしないといけないっていうところで、独立の経営とかをの方が話してるときに教えてもらったので、まあ、そういう意味ではツイッターだったりインスタっていうのはやっててよかったなっていう部分ですね。やっぱちょね、2軍にいるときはなかなか上げられなくてちょっとあれですけど、これがメインじゃないんであれで野球でやるのが一番なんですけど、プラスアルファで何かこの特にコロナっていう特殊な状況であれば、写真1枚動画1枚でファンの方が喜んでもらえるんだったら頑張ってみようかなって、そこも頑張る場合頑張りたいなとは思いますけどね。一番もファンあってのプロ野球なので、そういう意味ではやっぱそのたまにお会いした時に見てて頑張ってるねとかって言われると、やっぱりあやっててよかったなと思いますし、そういう一つ勇気的なものをあげれる選手になりたいなっていうのは常々思いながらやってますけど、チームのこととか選手のこと、はい、あの同僚のことを思ってくれてる又吉さんに、はい、ちょっとこう YouTube、はい、先月からそうですよ、ね、なんか選手のいろいろと上げさせてもらってるんですけど、はい、なんかこういう企画あったら選手側も協力できるよとか、あ見せたらファンの人喜ぶんじゃないかって選手目線でなんかあったら教えてほしいんですけど、なんかに関しては
選手はものすごく参加しやすいかなとは思いますね。プロ野球ってやっぱ化け物しかいないので、あの選手の身体なくてやっぱものすごいものですし、